どうも、ありがとうございます。今回はですね、塾講師時代に生徒から多くもらってた相談の一つを紹介していきたくて、それが、勉強頑張ってるのに結果が出ないっていう。あの子は結果出てるのになんで私出ないの?みたいなね。こんな相談があったんです。で、いろんな生徒をこう分析していくと、努力が結果につながってる。こと、なかなか結果につながってないこの特徴ってあるんですよ。で、今回それを紹介していきます。で、それがこの3つです。細かいことあげるともっと言いたいことあるんですが、この3つは絶対に覚えててほしくて。なので、今回これをね、1個ずつ説明していきますので、ぜひね、最後まで動画お付き合いください。1つ目が目標についてです。勉強においてもスポーツにおいても目標立てる方って多いと思うんです。例えば次のテストで400点、ね、目指すぞだったりとか、まあ、運動部入ってる方は関東大会目指しますみたいな、ね、あると思うんですよ。みんなもね、きっと目標立てたことないって方あんまいないと思うんで、でもここで聞かなきゃいけないんですよ。その目標本気かいって。少し厳しい言い方になってしまうんですが、目標ってそこに思いというか本気度がない目標なんで、ただのハリボテでしかないんですよね。意味がない。それは例えば周りが言ってるから同じことを言うだったりとか、親がこの得点取れって言うからそれを書いてますとかね。それは自分がね、きっかけがさ、例えば周りとか親だったりして、それが自分の中でもそう納得いってさ、そこを目指すって思ってるならいいの。でも結構ね、生徒とこう話をしていく中で、この目標が書いてあるんでね、学校でさ配られたプリントにさ、テストのさ目標書いてあって、え、これなんでこの得点したの、え、なんとなくみたいな、え、親が言ってっからとか、何々ちゃんこう書いたから同じ得点にしたとか、待てってなるわけよ。だってそれはさ、思いが入ってないから本気で目指そうと思ってないのよ。つまりそこに本気度がないから、その後のさ勉強計画とか、まあ、スポーツだったらトレーニングの計画とかも全然そこに繋がってないんだよね。だから結果にそもそも繋がらないってことが起こっちゃうんです。中高時代って俺もそうだったんですけど、例えば学校で目標を書かされる場面が俺あって、で俺がね350点、前回ちょっと悪かったからさ350点にしようなんて場面あったわけよ、中2の時とか。でも周りがさ400とか450書いてる、隣の席の子がさ450とか書いてると書きにくいんだよね。350ってなんかチラッと見られてさ、うわお前350なのって思えたらどうしようみたいなことがある。それを茶化してくるやつもいるからさ、たまに。だからそういう場面ではさ、ちょっとまあ見栄を張るじゃないけど、まあ、茶化されるぐらいならいいじゃん、嘘書いてるわ、450って書いちゃって構わないんだよ。でもね、その家に帰って自分が、俺よく目標とかをちゃんとね目に見えるところに貼れって話するの俺も貼ってあるんだけど、そういうものは本気でこれを目指すんだって本気で思うものを立ててごらん。それがあるかないかだけでも結果につながるつながらないに大きく変わってくるし、その後の行動が変わってきますので、まず目標は心の中から本気で思うものを立ててください。次はスタートの大切さです。これは勉強する時のスタート、例えば運動だったら練習する時のスタート、最初の部分です。基本的にですね、人っていうのは何かを始めるまでが一番困難が多いです。例えばさ、みんながじゃあ今日土日でね、15時、ね、3時から勉強しようと決めてました。で、なかなかその時間に始めらんないってこと起こりません？ちょっとスマホをね、5分前からまだ5分あるスマホを見てたら、あれ ?3 時半みたいな、あるんだよね。で、これをやっちゃうと、スタートこけてるからうまくいかないんですよ。で、そもそも決めたことができなかったっていう自己嫌悪を発生するので、あともうその日だけじゃなくて次の日とかその後も全部、あ、ダメな気がするって言って、ずん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 気持ちも落ちちゃってうまくいかないってことが発生しちゃうんです。自分の生徒を見ててもそうだし、社会人になっていろんなね社会人の方これ話をさせてもらう中で、結果を出している方、例えば会社の社長さんとかもそうなんだけど、結果が出てる方ってね、決めたことを絶対やるんですよ。つまりこの時間に始めるって言ったらちゃんと始めるんです。そこがすごい基本的なこと言ってるでしょ。すげえ基本的なこと言ってるんだけど、これができるかどうかってめちゃくちゃ差が生まれるんですよ。じゃあ実際にね、そのスタートを切るってどうやったらいいのって、コツはあるのって話なので、それを2つ伝えていきます。まず1つ目はですね、例えば勉強で言うんだったら、まあ、平日ね学校ある日だったら、学校にいる時に家に帰ってまず何時から、まあ、みんなが5時から6時から、まあ、夜の9時からかもしれないけど、この時間に勉強しようって決めるじゃないですか。そうも決めるんだよ。で、決めてその最初にやるもの、英語やろう、違う、英語の
ワークの何ページのどの問題から、つまりもうピンポイントでここからやるぞっていうのを決めておくので、例えば土日とかだったら、じゃあさっき3時で勉強するじゃん。じゃあ3時40分に勉強終わって休憩入りました。じゃあ休憩後に始めるもの、次にやるものも全部ピンポイントで決めておく。そうすると仕事もそうなんだけど、決めておくといざ時間になった時に、だってそれ決めたもの始めればいいじゃん。そっから何やろっかなってやっちゃうと、何やろっかなって決めてるうちに時間が経って、あ、よしこれやろうって決めた、あ、一個なんか決めたからやることやった、スマホ見よってなるね。あ、30分とか怒っちゃうよ。だから最初にやるものさえ決めておけばスタートは切りやすくなりますので、まずそこをやっておきましょう。もう一個が、始まる5分前から緊張状態に入るです。さっきの15時から勉強始めるっていうところで言うんだったら、例えば15時にさ、タイマーかけてビビってなったら、よし勉強始めるぞでもいいの。いいんだけど、なかなかスタートでね、自分が性格的に苦戦するなと思う方は、5分前14時55分にタイマーが鳴るようにセットしてごらん。で、55分になったらあと5分あるんだけど、そっからはもう勉強机に座って準備、まあ、例えばさ、ちょっとね、鉛筆とか散らかってるかもしんないから整理したり、勉強環境を整えて、よしあと5分で始まるぞっていう緊張状態、もうスイッチをオンの状態にしてしまうので、いざ15時になったらもう1問目が始まる。そうやってやって、5分前から緊張状態を作っておくと、スタートが非常にこけにくくなりますので、ぜひやってみてください。そして3つ目、これが一番大事だと思ってるんですが、やるとできるの違い、これがちゃんと分かってる子は結果が出ます。学校のテスト範囲とかにはワークがよく指定されてると思うんですが、ワーク皆さんやりますよね。でも、やったのとできるようになったって同じですか？違うよね。だって例えばこのページワークやりましたって、楽勝だった問題もあれば、苦戦した問題とかも全然意味わからんって問題も発生しますよね。確かにやってあるんです。やってありますよね。でも、間違った問題できるようになりました、それっていうのが分かってるかどうか。この時間で、あ、ワーク4ページやりましたっていう人と、この時間でワーク4ページ分できるようになりましたって、これがちゃんと違いが分かってる人っていうのは伸びます。中学とか高校に入るとテスト範囲もそこそこ広いです。もうワークを1回やるだけでも手一杯ってことも多く発生します。でもワークを1回やるだけだったら、確かに提出物は出せます。出せるよね。でもね、伸びないんだよ、それじゃ。だって最初からできた問題は今でもできる。その時でき能力変わってないんだもん。できる状態だから。ワークをやってできなかった問題をちゃんと復習、反復、ね、何回も確認して、一人の力でちゃんと解けるようになった瞬間にレベルが上がるんだもん。その経験をさせないとレベルは上がんないし、得点は伸びないし、結果は出ないんだって。だからこの部分がちゃんと身につかないといけない。このできたっていうところはね、感覚的なところになっちゃうんだけど、みんながこう繰り返しね、勉強していくじゃん。間違った問題とかチェックしてさ、繰り返し後でやった時に、あ、前回全然ひらめかなかったのに、あ、今回はそのね、数学の解き方が頭で思いつくみたいな、あ、これはもう定着してるなっていうのがね、あるのよ、ある。でそこの感覚に至るまでちょっと頑張ってほしい。これね、時間かかるよ、ちょっと時間かかる。でも早めにこの感覚を得ておくと、勉強効率めちゃめちゃ上がるし、ワークあんなにやったのに得点伸びねえじゃんってことがなくなるのよ。だってさ、頑張ったのに結果が出ないって一番しんどいんだよね。それを本当にやってほしくないの。その苦しみを味わわせたくないので、今のうちに、まだテスト多分ちょっと先だよね、先だと思うから勉強して、その日だけじゃないけど後で繰り返した時に、あ、これは定着してる、大丈夫っていう自分の中の感覚っていうのをぜひ味わうまで、ちょっとね、粘り強くですなっちゃうんだけども、やってもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。最後、おまけの部分伝えて終わりたいと思います。これは全員ではないんですけど、自分の生徒でね、結果が出てるなって思う子にちょっとこう共通してるなって思ったのが、ご褒美の使い方がうまいんですよ。つまり、頑張って頑張って頑張ってずっと頑張れよっていうタイプじゃなくて、頑張ったんだったらご褒美 OK だよねっていう、それは1日ごとなのか1週間ごとなのか、テスト勉強頑張ったらその後大きなご褒美なのか、それは人によって違うんですけど、勘違いさせたくなくて、ずっと頑張れってことじゃないんですよ。受験も運動もそうなんですけど、絶対にリラックスタイムとか、その気を抜く時間は必要だからね。だからオンと
オフっていうのをちゃんとオフの時間も取っていいんだぞっていうのを伝えたかったし、結果が出てる人っていうのはオフが上手です、非常にうまい。だから自分の中でそのプチご褒美でもいいし、親をね巻き込んで大きなご褒美、この順位行ったらさあのブランドの洋服買ってとか全然いいと思うの、そういうご褒美っていうのをうまく使ってほしいなと思って最後に伝えさせてもらいました。ちなみに私も仕事してる時にあのプリンとかね甘いもの大好きなのでコンビニで買ってきて、まあ、みんなねちょっとね中高生なんか自分で買うこと難しいかもしれないけど買ってきて、この編集が終わったらこのプリン食べるぞとか普通にやるからね、やるんだよ大人でも全然やるから。だからうまくご褒美も使ってみんなのこの勉強効率を上げていって、しっかり努力したものを結果につなげていってもらえたらと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらも見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。